ノイン・キルヒエンは、ドイツ・ビュルテンベルク州ネッカー・オーデンバルト郡に属す、町村。ノイン・キルヒエンは、ネッカー・オーデンバルト郡の南西端、ネッカー川沿いの、小、オーデンバルトと呼ばれる地域の標高130メートルから430メートルに、位置する。町域は、ネッカーを自然公園内に含まれる。町からさほど遠くない北部にシュバルツバッハ川の、水源がある。 ノインキルヒエンは、大規模軍都市のモースバッハから約 16km、別の軍に属す大規模軍都市ジンスハイムから 20km、ハイデルベルクからは 35km の距離にある。自治体ノインキルヒエンは、ノインキルヒエン地区、ネッカーカッツェンバッハ地区の2地区からなる。ノインキルヒエン及びネッカーカッツェンバッハの両村は、ボルムス市教領の入植にその期限を持つ。 ネッカー・カッツェンバッハは1080年に文献に記録が残るのに対して、ノインキルヒエンは1298年の教会に関する記録により歴史に登場する。13世紀に両村及び周辺の山は帝国都市ビンプフェンを介して帝国領となった。シュタウフェン朝が滅びると1349年に最終的に フファルツ選定校に売却されるまで、この村は、地方豪族の支配下に置かれた。その後、帝国代表者会議主要決議に基づき、この村は、バーデン大公に移管された。ネッカー・カッツェンバッハに対しては、ミンネベルク城の城主が単独で、ノインキルヒエンに対しては、シュバルツァハ城とツビンゲンベルク城の城主が共同で、統治した。 1972年に市町村再編により、それまで独立した自治体であったネッカー・カッツェンバッハがノイン・キル・ヒエンの地区に編入された。住民の約54%がプロテスタント、約41%がローマ・カトリックの信者である。両派ともにこの町に独自の教会組織を有している。ノイン・キル・ヒエンの町役場ノイン・キル・ヒエンは、 アグラスターハウゼン及び、シュバルツァ派と共に自治体行政連合を形成している。その本部は、アグラスターハウゼンに置かれている。ノインキルヒエンの町議会は11議席からなる。銀字で、基部は緑色。その上に、右側に塔を持つ赤い教会。塔と、新郎の屋根にはそれぞれ赤い十字架がついている。この紋章は、村の名前のキルヒエを表している。 カトリック教会戦争記念碑と村の泉、ありがとうございます。